カーボンニュートラルは車好きに考えさせろというね、のろしを上げたのがこの活動だったような気がいたします。これはみんなで作る未来への道です。 And frankly, BEVs are not the only way to achieve the world's carbon neutrality goalI still believe hydrogen is a promising technology for our future as BEV, and that we can't reach carbon neutrality on our own. It must be a group effort and include other industries beyond automobiles.我々自動車業界のカーボンニュートラルにおける挑戦の旅が始まりました。水素をきっかけにすごく夢があるんじゃないかなっていう気もさせてもらいました。多分一番大事なのはこういう第一歩っていうのは、これが正しいか間違いかではなくて、チャレンジすることっていうのが一番大事なんですよ。一歩ですけれども声をかけ、そして最後はありがとうと言われるチームを目指していきたいと思いますので、皆さんよろしく。次に生かすようなセットアップをしていって、どの車を煮詰めていくとレベルがどんどん上がっていくんじゃないのかなっていうふうに思ってます。私の後ろのですね、このボード一戦一戦積み重ねることによって、こうして仲間が増えていること、エネルギーの選択肢の幅を広げたことにより使う側での仲間がさらに増えた状況でございます。カーボンニュートラル社会に向けて、メーカーの枠を超えて新たなモータースポーツの在り方を考えよう。本当に、バッテリー EV だけが選択肢なのでしょうかとか、まだまだ他の技術にチャレンジしていく必要があるのではないでしょうか。ここに集う仲間たちは車大好き、運転大好き、モータースポーツ大好き、こうした意思ある情熱と行動により10年後20年後の未来の姿が変わってくると思います。フィーリングは会長そのもので安定して走れたんで、周りの車となんかこう競ってる感じにはどんどんなってきてます。カーボンニュートラルというのを私ども正しく理解をし始めた時に考え出したのがですね、水素エンジンによるこのレース活動による参戦で開発をしていこうということであります。And now, first time with the hydrogen, with the Corolla. パワーも出てますし、こう想像していた以上に乗りやすかったですね。はい。水素エンジン鍛えてるとともに車も鍛えてるという側面もありますので、天候が悪かったり路面の状況変わるという時にこの GR4 非常に強みを発揮しますので、そういったところを鍛えていければいいかなと思います。今回のこのスゴーのコースは、水素エンジンこれ初めてのレースでしたので、どれだけのそのパフォーマンスを有効に引き出すことができるかっていうことがすごくテーマだったと思います。 If we move this kind of activities, if we continue this kind of activities, all the people feel the same feelings, then everybody comes to the one team, then we can make our future together.水素エンジンカローラというのは今回も私森蔵が運転してる車です。世界のドライバーが同じ車で競争したらどのくらいなの？ここまで積み重ねてきたものが、ちゃんと結果として出てるというか、走り出しから非常に好タイム出ていますので、うまくいってるのかなと思います。トライアンドエラーを重ねることで、こういう方向だと良くなるんだっていうのが見えてきたんで、こうどん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 良くなってるっていうのはこの車でこうやってる意味もあるかなと。すごくね、こう未来に対してのこのモータースポーツ、そして車社会に対しての可能性がすごくあるな。この音が水素エンジンです。
この車で未来への道を一歩ずつ近づけてますので、一周でも多く走ること皆さん応援いただきたい。未来を作るのは目標でも規制でもなく、意志のある情熱と行動だというふうに思います。一緒に未来を作りましょう。